日本シリアンさん、どうもこんばんは、高橋です。今日ちょっと皆さんにね、大事なお知らせがあります。はい、まああんまり俺こういうね、大事なお知らせとか、あの YouTube は多いじゃん、そういうやつ腹立ってんだよ。こっち YouTube でさ、大切なお知らせっつって見に行ってさ、どうでもくだらない、お前のそんな独り言なんかとんでもねえよっつって、お前の話聞かせてないバカ野郎っつってね、大事なお知らせじゃないことが多いんだけど、まあ、今回自分のチャンネルはね、まあそういうのが嫌いなんで、まあ、反面教師で、まあ、大事なお知らせちょっとやっていくんだけど、今回ねちょっとあんまでかい声で言えないんだけど、 YouTube 引退することにします。 YouTube 長かったよ。始めたのが2011年、もう10年前か。東北大震災が起こって、とんでもないことが起きて、おいで2011年の6月ぐらいかな、初めてついに引退することになりました。なんで引退するのって、やっぱりもうやりきった感あるよな。金には困んねえし、まあ、さっきの動画でも言ったけど、まあ、年収3億超えてるし、腐るほど金持ってるし、動画作る意味がないんだよな。こう言ってスパイマン、トイフロークのスパイダーマン買ってみるものの、一度も釣ったことがない。このルアー3回しか使ったことない。とんでもない状態。そんな中途半端な気持ちやったら引退した方がいいんじゃねって思ってんだよな。ワールドシャウラ買って7万円のワールドシャウラ、さっきも言ったけど年収3億の超えてる自分にとってこれはお菓子、駄菓子買うような感じ、チロルチョコ買うような感じで買ってるわけなんだけど、ただ釣りに対する情熱が完全になくなった。やっぱ人間ってハングリーじゃないと生きていけねえんだよな。何かをつかみたいとか、何かやって掴んでみたいと思うから頑張れるんだよな。ただ自分みたいにも年収も3億超えちゃって貯金も腐るほどあると、頑張ってもしょうがないんじゃないかって思う。モチベが湧かねえんだよな、動画投稿の。釣り道具も多分1000万以上買ってるわけなんだけど、1000万以上買って腐るほど道具持ってんだけど、釣りを引退する時期が来たな。ドライブビーバー買ってみるものの、ドライブビーバーで一匹も釣ったことねえし、とんでもない話だよな。こんなルアー買ってジタバ、ビッグジタバアメリカから取り寄せてみるものの、一度も投げず。何が言いたいかっていうと、モチベの低下なんだよな。でもいいじゃん、低下したって、生きてるだけで丸儲け、座右の銘が。ああ、そんなに話を。今回だからネット上からね、自分消えるんで、今回事実上の引退っていう形になるんだけど、まあこうやってネットで出会ったね、みんなにはもうお世話になってるから、みんなのおかげで稼がしてもらってるんで、自分もね、この道具全部まとめて、今持ってる道具全部視聴者にプレゼントしません。とんでもない、本当に。いろんなルアーがあったよな。バズベイト買ってみるものの、一度も投げず、レアリスだレアリスだっつって、安い買い物だっつって、レアリストは結構いるわが安いからね、村田はじめさん渾身のバズベイト、レアリストはやりは安い、いいメーカーだからね、いっぱいいるわ買ったけど、
ルアーもほんと多分5000個ぐらい持ってるけど、とんでもない数のルアー、使い切れないぐらい買っちゃったわけなんだけど、魚釣りというそのもの自体、そして YouTube 動画投稿、それ自体をやめることにします。ただ一生の別れじゃねえんでね、またいつかどっかで釣り場で俺に出会ったら、魚っさんですかと丁寧に声かけてくれたら対応しますんで、そしたらその時ちょっとでも舐めた感じ出してたら、飲んでかかるような礼儀とかマナーとかできねえの嫌いだから、ああリスペクト感じられなかった瞬間に死ぬまで無視しますんで自分は。まあそこら辺のマナーだけできる人はね、僕釣り場で見かけたら魚っさんですかというふうに気軽に声かけてくれたら、サインでも何でもやりますんでということで今回ね、引退式、まあ出会いがあったら別れがあるよ、出会いがあったら人間、出会いがあったら別れることもあるよ、わかる？ビール飲んで酔っ払ってるだけだけど、今日は今日も水拳使って酔っ払ってなんかわけわかんないこと言ってるだけだけど、ということで、今回の引退式ね、お付き合いありがとうございました。まあ今日はエイプリルフールなんでね、皆さん、引退しないんでね、死ぬまで、もうこれ決めたんで俺、自分の命が果てるまで、死ぬまで動画投稿やっていくんで、人気があろうがなかろうが年収3を超えてるんでこっちはということで皆さんありがとう、エイプリルフールですよ。